こんにちは、あなたの理想不動産です。本日私がやってきたのは、練馬駅。なんとこちらに、二等辺三角形のお部屋がある、ということでやってきたんですが、練馬、二等辺三角形。この二つのキーワードに何か心当たりがあったりしませんか？このチャンネルの、エビーウォッチャーの方なら、きっと思い出せるはず。そうです、あの物件です。あの、マンションの幅が50センチメートルしかない、激狭、激薄、激細物件。もうすでに2度も、訪問させていただいたんですけど、2度目の訪問からちょうど1年が経って、また空きができたということで、謎の使命感に追われ、やってきたというわけです。果たして今日は、どんな三角に出会えるのか、楽しみですね。それでは早速行ってみましょう。まずは、練馬駅の家賃相場のご紹介から。はい、どーん。練馬駅って、西武池袋線、西武豊島線、西武有楽町線都営大江戸線の、4路線が利用可能で、池袋、新宿渋谷に直通で行けるんですよ。それでこの家賃相場って、控えめに言って安すぎません。安すぎますよね。駅前には、深夜営業しているスーパー、西友練馬店のほか、ライフや、ユニクロ、そして私がこよなく愛する、カルディ。飲食店も豊富で、中でも注目すべきはラーメン。なんと約20店舗ものラーメン店が練馬駅周辺にひしめき合っていて、私のようなラーメン好きにはたまらない空間になっています。また、今、この映像をご覧になってお分かりのように、商店街が至るところにあるのもいいですよね。休日の旅に新しいお店を発掘したりすると楽しそうです。うおお、風が強い。まさかこんなに天気が崩れるとは想定外でした。撮影中に止んだりは、しないよなぁ、きっと。とほほ。本日訪問するのは間違いなく変な間取りのお部屋なんですが、時々コメント欄に、本当に住みたくなるお部屋を紹介してほしい。というコメントが書かれていたりするんですよ。そんな方におすすめなのが、弊社の公式インスタです。インスタでは暮らしやすそうなお部屋を紹介しているので、本気で物件探しには弊社の公式インスタをご利用ください。A 君もインスタ用の撮影を頑張っておりますので、インスタのフォローお願いします。と言っている間に、目的地に到着しました。こちらが練馬駅徒歩8分の、細長すぎて住めるのか、わからない賃間取りです。そうそう、壁を塗り替えて、黄色とオレンジのツートンカラーになったんですよね。おかげで遠目で見ても、一発でわかります。夜道でも迷わず帰れていいね。この建物、正面から見ると普通なんですけど、この角度で見るとほら、どうですかこの薄さ？なんと、幅が50センチメートルぐらいしかないんですよ。これで建物自体が三角形に限りなく近い形をしている。いや、何度見てもすごい。よくこの狭い土地に、こんな背の高い建物を建てたなぁと、見るたびに感心してしまいます。建物の名前が、三角ビル。まんまやんけ。それでは建物内に入ってみましょう。あなたの理想不動産。今回のお部屋はなんと地下にあります。この建物に地下があること自体初耳なんですが、いや、階段急すぎるだろ。正直めちゃくちゃ怖いです。ちょっと油断すると地面とキスすることになります。ふう、なんとか無事に下まで降り切ったぞ。あれ、玄関扉がないけど、ここってもう玄関なの？なんかどう見ても玄関ですよね。ということは、地上にあったあの扉。実は玄関扉だったのか。今下ってきたのも、共用階段ではなく、地下の部屋専用の階段だったんですね。玄関付近にシューズラック的なものはなさそうなので、脱いだ靴はとりあえず玄関に置きっぱにしておきましょう。そして玄関の上を見上げると、なぜか非常口のマーク。いやーやっぱりね、一家に一台非常口マークは欲しいですよね。で、そもそもこの部屋で暮らしていて、非常事態が起きたら、120% この玄関を通らないと、地上に抜け出せないんで、この非常口マーク、別にいらんなぁ。玄関を上がると、目の前にはもうリビング。地下にあるからか、天井がかなり低いなぁ。
身長が180センチメートル近くある方だったら、天井に頭をぶつけちゃうんじゃないか。その証拠にほら、見てください。エアコンの取り付け位置がめっちゃ低いんですよ。普通のお部屋で自分の目線の位置にエアコンが取り付けられていることってまずないですよね。そのぐらい天井が低いんですよ。さらに地下にある関係で窓が一切ないので、1階や2階のお部屋と比べて圧迫感があるのは否めません。また、日が差さないので部屋にいるときは、昼夜問わず基本照明をつけっぱなしにすることになります。なんでも共用電源と連動しているから、ブレーカーは落としちゃダメだそうです。共用電源と連動するブレーカー？そんなもん個人の部屋に設置するなよ、と思ったんですが、もしかしてこの部屋、もともとはこの建物全体の設備を管理するための部屋だったんじゃ？それを賃貸用の部屋にリフォームした可能性がありますね。こりゃ今まで訪問した2部屋と比べても、ぶっちぎりで変な部屋だぞ。部屋の隅には扉付きの3段収納が設置されていました。扉を開けると、なんだこれ、あ、LANケーブルか。なんで LANケーブルだけがポツンと置かれているんだ。かなり年季の入った棚だけど、これ勝手に処分したら怒られるのかな。ところどころボロが来ているし、この棚を使うぐらいなら、ご自身の棚を使いたいですよね。この棚の処遇に関しては、大家さんと要相談です。棚の上にはモニター付きインターホン。ケーブルが剥き出しのインターホンって珍しいですよ。壁の裏に配線されていることがほとんどだと思うんですが。あ、なるほどね。壁がめちゃくちゃ硬くて壁の裏に配線できないのか。リビングの壁を見ると、青色の壁が、周りの白い壁より一段奥にあることがわかります。これはそうしなければいけない理由があったのか、それとも単にデザインでこうなったのか、謎です。この部屋には不思議がいっぱいです。その上には長い長いポールが取り付けられていました。ここに洋服をかけろということかな？湿気の多くなりがちな地下室に服をかけるわけですから、除湿器や除湿剤はマストですね。ではリビングの奥にあるキッチンを見ていきましょう。おや、シンクは過去に訪問した2つの部屋と比べて一番広いかも。なんか水洗の位置、高ない？このシンクに水を出した時、どの程度水が跳ねるのか気になります。その隣には新品の卓上 IH が置かれていました。そして卓上 IH と換気扇の間には、なんと鏡が備え付け。はい、これでキッチンが洗面所を兼ねていること確定です。ここから推理できること、それは、お風呂場に洗面所がないということです。お風呂場に洗面所がない、ということは、それすなわち、この部屋にあるのはお風呂場ではなくシャワー室。だってお風呂場なら、洗い場と浴槽の間に、小さな洗面所を作ることができますもんね。それができないってことは、そもそも浴槽がない可能性が高い。この推理が当たっているかどうかは、この後すぐにわかることでしょう。ふっふっふ。フロアキャビネットをチェックしようとしたら、その手前に何やら家電が置かれていました。どうやら除湿機のようですね。さすが地下だけあって、除湿機が備え付けられていました。キャビネットを開けるとこんな感じ。カトラリーケースが新品です。やったね。この青い箱は何だろう？なになに？超声派。聞き慣れない日本語だな。あ、これって、もしかして小型洗濯機じゃないですか？そういえばこの建物、洗濯機置き場がない代わりに、漏れなく小型洗濯機をプレゼントしてくれるんでした。まあ、これを使うなら、近所のコインランドリーに行くんですけどね。冷蔵庫の上には除湿剤が置かれていました。除湿。地下室で暮らすには除湿が欠かせません。Don't forget, 除湿の精神です。では続いて水回りを覗いてみましょうか。果たして私の推理は当たっているのか。ドキドキ。はい、私の推理が見事的中。たった一つの真実見抜く。見た目は大人、頭脳は子供。その名は、名探偵アナ。しかしまあ、なんとも昔ながらのタイルだな。今時、こんなタイルめったにお目にかかれませんよ。
シャワー室にも鏡がありました。シャワー室自体はかなり年季を感じますけど、シャワーヘッドだけは割と新しめな感じがしますね。なんだこれ？あ、換気扇か。つまりお風呂の蒸気は換気扇からキッチンに逃がして、その上でレンジフードか除湿器を使ってその蒸気を吸ってしまおう、という作戦ですね。なんかピタゴラスイッチみたい。さて、ここまでお部屋をご覧になった皆さんは、こう思っていることでしょう。あれ？トイレがないなぁ。ご安心ください。ちゃんとあります。この建物のトイレは、通路の向かいにあるんです。ほら、ご覧ください。鏡張りの扉があって、その上に、お手洗いって書かれてありますよね。じゃあ扉を開けてみますよ。せせせ、せま。出ました、三角形の激狭トイレ。この建物の名物といえば、やっぱりこれですよ。いやしかし、すごい狭さだな。閉所恐怖症の人だと入れないんじゃないか。でも狭い割にトイレは温水洗浄便座がついているし、手洗い場もあって意外と機能的。タンクが縦向きに置かれている光景は、ここでしか見られないかもしれませんね。このトイレには大きめの段差があるので、足元は気をつけましょう。本日お伺いしたのは、練馬駅徒歩8分の、細長すぎて住めるのか、わからない珍間取り。間取り図がこちら。へんてこな間取りで、なおかつ地下ということで、家賃は激安。敷金礼金もございません。保証人も不要。日の光を浴びなくてもいいから、生活コストを極限まで下げたい、という方におすすめです。二等辺三角形のお部屋に住んでみたい、という方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。今すぐにでも、引っ越したくなるような有料物件は、あなたの理想不動産インスタグラムで紹介してるので、チェックしてみてください。オンラインでお引っ越しが完結する、あなたの理想不動産公式 LINE は、概要欄から追加できます。通常の内見やネットには出回らない、超穴場物件のご案内も可能ですので、ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。